お世話になってます、タカボンです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。こちらの動画を見ていただいたということは、フレキシスポットの電動昇降デスクを買おうと思ってるけど、どのモデルを買ったらいいのかなとお悩み中の方なんじゃないかなと思います。こちらの動画では僕の失敗談というか、適当に安いモデルを買ったんですけど、結局上位機種に買い替える羽目になってしまった理由っていうのを話そうと思います。結論としては、価格の安いエントリーモデルを買ってしまうと、こう一番下まで下げても高さが結構高いので、座っての作業がかなり辛いと思います。僕は身長が169センチなんですけど、僕と同じように低身長の方はちょっと値段は上がりますけど、上位機種の E7 っていう機種がおすすめです。僕と同じように間違った買い物をされる方が少しでも減ったらいいなと思って、こちらの動画を撮っています。フレキシスポットの電動昇降デスクを買おうと思われている方は、ぜひ参考にされてみてください。それでは解説行ってみましょう。まずは僕がフレキシスポットの電動昇降デスクをなんで買ったのかっていう話なんですけど、買った理由は2つあって、コロナ禍でリモートワークをすることになったので、デスク環境を整えたかったっていうことと、YouTube でフレキシスポットの存在を知ってスタンディングで作業をやってみたかったっていう、この2つですね。この動画を見ていただいている方も、僕と同じ理由で購入を迷っている方も多いんじゃないかなと思うんですよ。僕はコロナが流行りだした2020年の2月ぐらいからリモートワークをちょこちょこやったんですけど、当時は折りたたみデスクとダイニングチェアしか持ってなくて、これだと1日 PC 作業をしてるのってだいぶしんどかったんですよ。そんな時に YouTube でこちらのフレキシスポットの存在を知ってしまって、欲しいってなっちゃって買うことにしました。僕が買った時はリモートワーク需要のせいでかなり在庫切れしてたっていうのもあって、在庫がある中で一番安いやつみたいな感じで、エントリーモデルの EN1 っていうのを最初は買いました。こちらは買った時は 33,100 円でしたね。今使っているこちらの天板も合わせて購入をしているので、足が 33,000 円で、天板が 15,000 円くらいで、合わせて合計5万円くらいで購入をしました。僕が以前使ってたのは EN1 っていうエントリーモデルで、今はちょっと品番が変わってるみたいなんですけど、現行機種でいうと EF1 っていうのと同じ感じのやつを前は使ってました。でその後1年くらい使ったんですけど、感想としては、立って作業することはぶっちゃけあんまりなかったんですけど、電動で自由に高さが変えられるっていうのは想像以上に良かったですね。キーボードを打つ時だとか、 iPad で手書きメモを取る時だとか、ご飯を食べる時だとかみたいな感じで、シチュエーションに合わせて高さが自由に変えられるのはかなり便利だし、買って良かったなと思いました。でもしばらく使っているうちにだんだん不満が出てきまして、結局1年使った時に上位機種の E7 に買い替えることになってしまいました。天板はそのまま使って、足だけを入れ替えたっていう感じになってます。はい、それでは EN1 から E7 に買い替えを決意した理由っていうのを話そうと思うんですけど、理由は3つです。一番下まで下げた時の高さが高い、本体カラーはホワイトが良かった、ブラックフライデーで安くなってた、この3つですね。まず高さの話なんですけど、71センチっていうのは結構高いですよ。自分が使ってるデスクとか1回測ってみてください。極端に言うとですけど、 PC の作業をやるときとか、なんかもうこんな感じでキーボードを打つことになってしまうので、すごい肩とかに負担がかかってしんどかったですね。これが買い替えを決意した一番の理由です。もっと調べてから買うべきでしたね。購入される場合は昇降範囲の中の一番低くした時の高さっていうのを最重視してください。逆に高さをこう高くした時の方は、あなたが2メートル級の巨人でもない限り全然気にしなくて大丈夫です。低くした時のことだけを考えてください。これフレキシスポットのホームページのシミュレーターなんですけど、日本人の平均的な身長170センチだと、座った時の机の高さの最適な高さっていうのは64センチなんですよ。つまり身長170センチの場合だと、机は64センチまで下がってほしいわけなんですけど、現状のフレキシスポットのラインナップの中で
この高さまで下がるものっていうのはかなり少ないです。上位機種の E7 と E7 Pro と E8 のこの3種類しかありません。僕が前に使っていた EN1 っていうやつも含めて、他のやつはだいたい 71cm までしか下がらないものばっかりなんですよね。これは巨人向けのモデルです。まああとですね、椅子をこういう風にこう高くしたらいいんじゃないのって思われるかもしれないんですけど、僕も試しましたけど、試した結果個人的にはこれもなしでしたね。足がこうプラプラしちゃって疲れますし、こう太もものこの部分に負担がかかるので足がかなり疲れますね。じゃあ、まあそうなっちゃうんだったらこうフットレストを使ってこう足を上げたらいいやんって思うかもしれないんですけど、物を増やすのもそれはそれで嫌なわけですよ。というわけで上位機種への買い替えを決めました。そしてなんで E の7を選んだのかっていうお話もしておくと、さっき挙げた E7 と E7 Pro と E8 の中だと、まず E7 が一番安いですね。51,700円です。 E7 Pro はデスクの足がコの字型になっていて、モニターアームとかの相性が良くないかなと思ったのでやめました。そして E8 の方は足の形が楕円形になることくらいしか違いがないんですけど、6万円を超してくるのでこっちもやめました。というわけで消去法で E の7を選んだっていう感じですね。はい、そして買い替えた理由の2つ目が、本体カラーは白が良かったっていうところですね。前のを買った時は白が在庫切れしてたので仕方なく足が黒いものを選んでたんですけど、部屋の雰囲気的に僕的には白の方が良かったので、買い替えのついでに今回は白いものを選ぶことにしました。足は白か黒か選べますし、天板も何種類かあるので好きなものを選んでみたらいいんじゃないかなと思います。そして買い替えた理由の最後3つ目が、ブラックフライデーで安くなってたっていうことですね。定価だと 51,700円なんですけど、 Amazon のブラックフライデーの時は 33,600円まで値下がりしてたんですよ。2万円くらい安くなってたので、もう今しかないなと思って購入をしました。購入される場合は Amazon のセールを待つのもいいと思いますし、フレキシスポットの公式ホームページでセールとかもやってたりしますし、あとは楽天のお買い物マラソンとかを使ってポイントバックをもらうっていうのもいいんじゃないかなと思います。概要欄の方にリンクも貼っておきたいと思いますので、どこで買うのがお得なのか比較をした上で購入をされてみてください。はい、そして最後に E の7に買い替えた感想を話しておくと、本当に買い替えて良かったですね。最近このチャンネルの投稿本数がちょっと上がってるのも、こちらの E の7に買い替えたおかげで集中して作業ができるようになったからですね。これはコストをかける価値があったなと思います。あとやっぱり背の高い家具っていうのは圧迫感があって、ちょっと部屋を狭く感じさせてしまうので、こう高さをこうぐーっと低くしてると今までより部屋が広く感じるようになりましたね。まあデメリットとして挙げるとすれば、安いやつよりも本体重量がちょっと重くなって、多分30キロぐらいあるので、一人で組み立てとかしてたら腰を痛めるかなと思います。お友達とか呼んで協力して組み立てをされることをお勧めしたいなと思います。はい、というわけで今回はフレキシスポットの電動昇降デスクを買い替えることになってしまった失敗談っていうのをお話しさせていただきました。話をざっくりまとめると、スタンディングデスクに憧れてとりあえず安いのを買ってみたら巨人用だったから使いにくかったですと、僕みたいな低身長だったらおとなしく E の7を買った方が幸せになれるよっていう感じですね。いやーちょっとミスりましたね。僕の失敗談を踏み台にしていただいて、皆さんが納得できる買い物をされることを祈って、この動画は終わりにしたいなと思います。このチャンネルではこんな感じでガジェットやインテリア、ライフハックなどのお話をしております。この動画が参考になったなとか思っていただいた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。あと Twitter やインスタ、楽天ルームもやってますので、よかったら下の概要欄の方から覗いてみてください。最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。